で、まあ、どういうものかっていうと、スマホと連動して音楽が聞け、あ、で、まあ、どういうものかっていうと、はい、皆さん、こんにちは。車の大戦、カカカシノピーです。今回は、こちら、断捨離動画の時にちょろっと紹介したんだけども、カロッツエリアのスマートフォンを車最適な操作性進化させるクレイドル内蔵メインユニット、型式がね、MVH-7500SC という、なんかね、スマートフォンと連動させるもの、なんて言ったらいいんだろう、これ。僕もね、いまいちよく分かっていないっていうのは、まあ正直なところで、まあこのご時世、まあナビじゃなくて、まあスマートフォンで、まあいろいろできたりすると。で、それっぽいなんかね、商品ないかなと探してたら、まあ1万8000円ぐらいで見つけて、なんじゃこりゃと思って衝動買いしちゃったやつで、まあそもそもつくのかつかないのか分からず買ってしまいました。まあおそらくつくだろうとは思っているんですが、とりあえず今回はこれの取り付け動画で、まあ前編後編みたいな感じで、後編はまあどういう機能がついているのかっていうのを紹介しようかなと思っております。とりあえず取り付けてみようと思います。はい、そしたら今回はミニに取り付けようかなと思っております。で、この機種が取り付けられるのはワンディーンの、まあ、スペースがある車になっております。でも、ワンディーン、ツーディーンって、まあなんじゃそりゃっていう人いると思います。ちょっとね、分かりやすくちょっとあるものを用意しました。まずワンディーン、ツーディーンっていうのはドイツのオーディオコンポ工業規格かな、それに定められたちゃんとした規格サイズになっていて、ツーディーンっていうのがこの大きさ、サイズで言うと横幅180ミリで高さ100ミリ、これがツーディーンで、ワンディーンっていうのはこれの半分だね。ちょうど半分、横幅が180ミリで高さが50ミリ、これがワンディーン、ワンディーン、ツーディーン。だから、まあこのスペースがあれば OK で、今回はワンディーンなので、まあ大丈夫だね。この辺に取り付けていこうと思います。で、スペース的にもう埋まっちゃっているので、まあ今回はちょっとこの CD コンポ、まあラジオも聞けるやつだね。これはまあスマホとかで聞けるかなと、音楽も聞けるし、まあラジオも聞けるし、まあ問題ないだろうということで、これを外してこれに交換するというわけです。で、これ、まあ注意点なんだけども、このワンディーンのこのコンポの上にこのスマホがつくようになります。なので、例えばここにつけましたってなると、この上にスマホがこうつくと。なので、まあ今この見る角度から言うと、このメーターにちょっとかぶっちゃっているよね。この辺が、まあ支障がないか、例えばハザードのスイッチがこの裏に行っちゃうとか、あとエアコンの吹き出しがこの裏に行っちゃうとか、そうなると、まあちょっと取り付けが難しいのかなと。まあ取り付けられる位置は、まあ車それぞれ違うので、その辺がね、ちょっと難しいところだな。だから、まあこれ自体ね、ワンディーンのこの出てくるやつ、あ、なんていうの、インダッシュナビっていうのかな、そんなようなイメージになるのかな。で、ディスプレイがスマホみたいな感じ。まあこれね、ちょっとね、干渉しそうな感じがしなくもないんだけど、そしたら、まあなんとかなるか分かんない、ちょっとやってみます。そしたら、まあこの辺一帯をバラしていきます。はい、とりあえずここまで来ました。で、まあ言い忘れてたんだけど、僕ね、こういうのを取り付けたことはありません。手探り中の手探り。もうつくかもちょっとよく分かっていない。そこら辺はちょっとご了承ください。ほんとすいません。そんな感じでやっちゃってます。取り外し成功。これはね、どうしよっかな。とりあえず取っ払いでいっか。どれが何の配線かよく分かってないけど、大丈夫かね。まあ一番危険な状態ですよ。何も分からず手探りで行くって、事前に調べた方がいいです。そしたら、この中開けていきます。まず配線と、あとマイクかな、と取り付けのビスと、
これが本体になります。あと説明書、取説、これを先に見るべきだった。で、本体の大きさ的にはいけそうだね。一回収めてみますか。うん、いいんでないけど、これが問題だね。ここがビュンとこう出てくるんだよね。大丈夫かな、ちょっと不安だけど。これ手動で出せんのかな。手動じゃちょっと出てこないね。パッと見は悪くない。もうちょっとこれが出っ張って出てきてくれないと、ここに当たる可能性があります。はい、ここまで来ましたが問題発生。ブラケットがないと取り付けられないっぽい。まあ、何かステーでうまくこの横のネジとここのネジを止められるんだったらいいんだけども、一旦ブラケットを注文しようと思います。はい、そしたらここから始めようと思います。で、まあこの状態だと、要は今回取り付けたいあのスマホナビが取り付けられない、場所がないっていうか、ネジ止めするところがないので、今回購入したこういったものを取り付けて、あのスマホナビを取り付けるということになります。あ、すごい、このカヤック企画さんのこの説明書、これはミニのこれを外すまでの工程もしっかり書いてあります。これはね、分かりやすいね。ありがたい。じゃあやっていこっか。まずパネル A だ。お、これを差し込む。わー、すげえフィッティング。これこれでいいんだよね。で、ネジをつける。どれだ、純正カーラジオを取り付けていたネジ。そういうことね。これだ、純正のネジを使って取り付けます。オッケー、これで取れないね。続いて取り付けケース、この銀のやつ、これをつけてタブを曲げて固定するイメージ。ちょっと入んないので軽く削ります。ちゃんと削りました。外して、まあこれをはめながら、ちょっともう少しもう少しってやんないとダメかも。結構ね、大変だったね。これでもちょっとね、クリアランスがギリギリなので、 OK。 そしたらこういった感じで入って、取り付けケースの取り付けは終了と。そしたらマイナスドライバーを使って、これだね、このタブが、上にもついているので、まあ、この爪をこれ言うと下に下げるんだけども、下側はもうぴったりなのでやる必要がなくて、上側をグニョッとグニョッと上に上げる。これでこれも動かないということですね。で、続いて今回は配線付属タイプを購入しているので、こういうのがついています。これね、ありがたいよ。純正から外したこのカプラーをそのままこう取り付けることができて、でこっちから擬宝紙が出ていると。でこれも説明書にどの色が何の配線なのかっていうのが全て書かれています。これありがたいね。あとアンテナの変換コードもついています。なのでこれもバチッと取り付けてこちらに変換すると。うん、これもありがたいね。もう全てついてる形になるのかな。そしたらこのスマホナビを取り出して、こっち側に付属されていたブラケット、これね、これを取り付けていきます。で、ネジはこのスマホナビの方に入っていました。はい、こういった感じで、これね、ブラケット正面から見るとこういった感じ、この穴が、ね、2つあるやつを左右つける。そうすることによってこっちの穴と、まあ、くっついて取り付けることができるということだね。じゃ続いてこのスマホナビ側の配線を接続します。これか、この配線が付属されていたので、この裏面のこのカプラーだね、ここに差し込みます。よいしょ。で、この次配線を接続するときなんですが、この取り付け金具側と
今回取り付けるスマホナビ側のこの配線表を見ながら、この取り付け金具の方には純正の配線が、例えば紫だったら右のリアのスピーカーのプラスですよっていうのが記載されているので、これとこれを照らし合わせながらつなげていくということになります。ちょっとばかし面倒ですな。まずアンテナジャック、これね、先ほど変換したので、ここのアンテナ線のところにつなげることができます。でこの変換器がなかったらもうつなげられてなかったので、これはラッキー。はい、でまずフロント左のプラス白、あ、こういうことね、つながりますね。でフロント左のマイナスが白黒で、こっちのフロント左フロントマイナス白黒、あ、一緒、色一緒、色一緒、合ってるわ。で右の右前プラス灰色、あ、これ色決まってるんだ、オーディオって。多分ね、初めて知った。多分全部一緒っぽい、灰色、ただの灰色これだ。あ、オッケーオッケー。で灰黒、マイナスが灰黒、灰色黒、あ、いいじゃん。でリアのスピーカー左緑、左プラス緑、これか。あ、決まってんだね、初めて知った。あ、これは楽じゃん。まあ、一応見ながらやっていくけど、緑黒、次が紫紫黒、紫紫黒、一緒ですね。一応誰かが配線を入れ替えてる場合もなきにしもあらずなので、この辺はまあ色を確認しながら、まあ、もしかしたらまあ車両によって違う可能性もあるので、色を確認しながら一応やってください。いいね。であと何余りましたか。黄色赤とかって何、オレンジ白、スピーカーの線はこれで終わりなんだよね。2番黒はアース、これはアースだね。で3番がアクセサリー、3番ってこれの赤か、赤がアクセサリーで、こっちの赤もアクセサリー ACC ですな、合ってる、超楽ちんじゃん。でなんかアクセサリー予備で分岐されてる、これはね、こっち側のカプラーナです、ありがたい。であとはバッテリープラスが4番が黄色で、こっちの黄色が常時電源供給が合ってますね、黄色と黄色、ここも分岐されてるよ、ありがたい。何か電源取るときはこれを使いましょうと。であと大々白っていうのが、ああすげえ楽ちん、ここも分岐されてるね、イルミネーションも、ありがたい。で若草色がパーキングブレーキスイッチ、これはパーキングブレーキスイッチなのでつなげないでおきましょう。であとは余ってる配線、青白システムリモートコントロール、外部アンプをオンオフするための線ないんで、これもつなげないでいいね。でこれアースだから、ここでナットで止めちゃえばもう終わりでしょ。え、早っ。そしたらアースはどっかにとりあえずつなげるとして、これも配線はつなぎ終えたのでしまってきます。でこのしまうときは、まあ、この辺の配線をちょっとまとめておくといいでしょう。ぴったり入りました、 OK。 あとはここのネジを止めるだけかな。お、 OK、 これ取り付け終了。カバー、これを取り付けて、あとアースつなげて終わりか。おお、案外早く終わった。はい、そしたらアースもつなげたので、一回このカプラー類をちょっと戻して電源入るかどうかを確認します。ここでね、調子こいて全部戻してから確認して、あれつかねえっていうのがめっちゃ面倒で、つながりました。あとはエンジンをかけて、これが電源入るかどうか確認します。問題なさそうだね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらカロッツエリアのスマートフォンを車最適な操作性へ進化させるクレイドル内蔵メインユニット、型式が MVH-7500SC というものを取り付けてみました。で、まあ、どういうものかっていうと、スマホと連動してこの音楽を聴けたり、あとカーナビゲーションを使用することができたり、あとまあ音声ユニットを使えたりとか、まあいろいろな機能がついていると。まあこのご時世ね、カーナビ
じゃなくてスマホをメインで、まあ、車のこのナビゲーションをする人もね少なくはないと思うので、そういう人にはねすごいもうおすすめ。ただね携帯を置いとくだけではなく音のね調整だったり、まあ、いろいろできるんですよ。これはね、まあ、機能も一応この動画で紹介しようと思ったんですが、まあ、こう見ての通り僕もちょっと翌日ですよ、これもう髪の毛切っちゃったんだけども、まあ、最初とちょっと髪型が違うからあれと思った人いないか、いないね、気づかないね。まあいいや、とりあえず、機能がねいろいろありすぎたのでこの機能だけ次の動画で紹介したいなと思っています。今回はまあ取り付けという形で一旦終わりで、まあ取り付けに使ったのはこれ BMW ミニにまあすんなりつかなかったのでこのキット 1D のやつを購入しました。でこれはねちょっと途中安いで削ったのがめんどくさかったんだけども、まあ、それぐらいね、まあ、ぴったり設計で自分で微調整してくださいみたいなことだと思うんだよね。なんかまあクオリティはね、うん、普通に良かった、使いやすかったです。で、こっちの取り付けも、まあ、配線の色がね、まあ、すごく分かりやすかったのでまあ難なく取り付けることができました。これがまあ配線の変換もしてくれるし、まあ、配線同行タイプ、配線がついてないやつもあるのかな、ちょっとそこら辺分かんないんだけども、電波のジャックも変換してくれる、思ってたよりは難しくなかったかな。まあ、とりあえず、まあ、この後ちょっとこれの機能についてちょっと撮影しに行くので、まあ、今回はこの辺でちょっと締めさせていただきます。この動画がね、まあ、面白いなと思った方、この商品が気になるなと思った方、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週、よっしゃー、行こう。まあ主な。